今日のご飯はチャーハン。焚き火のね、強い火力を使ってチャーハンを作りたかったんです。チャーハンできた。次はスープの方。今は8時半。あれから2時間ずっと焚き火眺めてました。あったかいですね、焚き火。8時半なんで、この日がもう落ち着いて、隅になったら、もう、焚き火を終わりにします。歯磨いて寝ます。楽しいですね、キャンプ。すごいワクワクする。周り本当に誰もいないし、ものすごい静か。たまに飛行機が飛んできて、ゴーっていうぐらいですね。すごい、初めてのキャンプですけどね。これで火が落ちました。あとはこの炭をほっといて灰になるまで置いときます。もうこうなるとね、すごい寒いんで、もう寝床に入ります。おはようございます。今6度になったのね。6度、ちょっと寒いです。なんか変な鳥の声で目が覚めました。
こうしといたら火も安全やし、見た目も綺麗ですね。